クラブの片岡です。京都のフリーライターの森田俊也です。よろしくお願いします。今日は2人で始めたいと思います。それでは最初に池島さんの方からお願いいたします。皆さんこんにちは。ご苦労様です。約この大きな会場でやるのは3年ぶりかなと思うんですけれども、ちょっとコロナの陽性を見つつ、今日は頑張って大きな集会にしたいなと思って、開催いたしました。私たち本当に長年原発問題に取り組んでいて、脱原発政策実現全国ネットワークとしては22年になるんですが、こうした院内集会も何度も何度も、重ねてまいりました。で、ただ今日というこの今の私たちが置かれている状況というのが本当にかつてない大変危機的な状況であるということを、まず最初に、皆さんと確認をしていきたいなと思います。一つには言うまでもなく自然災害の方ですけれども、以前から南海トラフ巨大地震が近いぞ近いぞって言われていたのが、21年の暮れに、内閣府が今度は、千島海溝、日本海溝の大地震がまたとてつもなく大きなものとして迫っているという警告を出しました。他にも火山といろいろ災害が迫っていますけれども、もう一つ今新たに新しく私たちに迫ってきている危機として、ロシアのウクライナ攻勢によるプーチンの核利用も辞さないという発言、そしてさらに、間もなく北朝鮮が核実験をするぞと言ってますし、ミサイルもバンバン飛ばして発射しています。さらに、テロの脅威も増していると思うんです。でそれらのことを総合的に考えたら、本当に今時なぜで原発っていうのはもう信じられない時代遅れというか時代錯誤というか、50年前やりだした頃とは違うんだという認識が本当に推進する人たちにはかけらも見られない。それが非常に危ういと思うんですね。で私たちはその新たな情勢の中でもう今頃から心臓切だの、気管延長だのリプレースだの何言ってんだと、もう全部やめて早く一刻も早く畳んできてよというその思いで今日も開催しております。今日開催にあたっては衆議院議員の山崎誠議員さんおよびその事務所の方々に大変お世話になりました。昨日の夕方遅くまで資料を送っていただいて、ギリギリ間違ったものもあるんですけれども、本当に、一生懸命、仕事をしていただいて、やっと開催にこぎつけました。で特に第3部の各地からの全国各地からの要請に今回は力を入れまして、北海道から九州までずらっと並んでいただいてますけれども、これは本当に、やっぱり各地で頑張ってる人たちの声を直接省庁に届けたいという思いで設定しておりますので、そこも会場の皆さんともども応援してあげていただきたいと思います。具体的にプログラムでちょっと変更がありますので、最初の表のところを見てください。ピンクの表紙のところです。今回急遽
当初予定していたテーマに加えて原子力政策について、を入れております。で、相手の省庁の関係でそれが先になりましたので、2番から入ります。で、後半1番の6カ所再処理工場になります。で、途中で短い会場質疑を取りまして、最後にもう一度、2、30分の質疑の時間を取っております。それに先立って今日は第1部で、タクオさんの講演をお願いしました。これは私たちが福島の事故の時に4号機の恐ろしい体験をしていながら、うかうかと、私自身がそうなんですけれども、あれがあって4号機特有のことだと思い込んでいたもんですから、決してそうではなく、全国の原発の使用済み燃料が持っている、リスクというか大きなね、危険性について、プルトニウムという本を出されて、そこで警告してくださいました。それを読んで私も改めてそのプール火災の恐怖を知りましたけれども、そのことも、お話しいただいた上で、ヒアリングに生かしていきたいなと思っています。それぞれ各地でそれぞれの取り組みがあると思うんですけれども、今日は一つ全国集会ということで、心を一つにして、省庁に対しても一緒に、一刻も早くこの大きな危機を、天災は避けられませんけれども、人災は何としてでもね、やめさせたい、その思いで会場の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは卓坊さんからの始める前に、今日早くから議員さんが見えてます。松木衆議院議員、それから菅直人衆議院議員、その他にも近藤昭一議員さんと、後ろの方にいらっしゃいますね。それから先ほど帰られましたけど、河田隆平議員も見えてました。これから卓坊さんの、もし一言、時間がないので、それでは今日はもう早速始めたいと思います。使用済み核燃料プール火災の恐怖ということで、原子力核問題のパイオニアでもあるウェブサイト核情報を発信しております、卓坊正文さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。これどうでしょう。大丈夫です。ありがとうございます。池島さん、それから他の主催者の方々に、まずこの大事な会合にお招きいただいたことについて、お礼を申し上げたいと思います。今日はこのまま座って話をさせていただきます。コンピューターを見る関係で、こちらの方が見やすいのでよろしくお願いします。で、今日はこの福島第一の4号機のプールの問題についてお話をしたいと思います。で、この写真のことをイメージしながら残りの話を聞いていただけたらと思います。で、それは先ほど手島さんの方から、ご紹介がありました、このプルトニウムという本の5章と6章の要約、それから、それに若干の情報を追加したものということになります。で、このプルのことはご記憶の方が多いと思いますけれども、当時4号機では取り出したばかりの、炉心から取り出したばかりの熱い燃料が一体分入っていました。それにそれまでに取り出した
使用済み燃料 1.4 ミロシグマ、合わせて 2.4 ミロシグマが入っておりました。で、この中に含まれていたセシウム137の総量はですね、1、2、3号機の炉心の合計に匹敵する量でした。で、これらの3つの原子炉は、お読みの通り溶融をしたわけですけれども、幸い格納容器が大破をしていないということで、実際に放出されたのはその放射能の 1% から 3% でした。しかし、4号機の方はこのように、建物の上部が損壊をしておりました。で、これは3号機から漏れ出してきた水素が爆発をして、それで吹き飛んだわけですね。そうするとプールで火災が起きて、そこに含まれている放射性物質の大半が大気中に放出されるということになると、100万人から3000万人の避難が必要になった可能性があるということで、非常に恐れられたわけですね。それでこちらのコンクリートコーン、キリンと呼ばれましたけれども、これで必死になって水を注入しようということを試みたわけです。で、このプール火災の恐怖の教訓というのがあまり伝わっていないのではないかということを今日は話をしたいと思います。で、田中俊一元原子力規制委員会の委員長は、就任の直後から乾式貯蔵の推進の話をしておきました。5年程度プールで冷却した燃料は風冷式のガス炉に移動すべきだということです。で、老けた前委員長も同じように乾式貯蔵を推進する立場を取っております。で、これが当時の4号のプールの中ですけども、こういう形で、箱の形をしたラックの中に使用済み燃料が入って、これがプールの中にぎゅうぎゅう詰めになって入っております。で、このような状態ですと水がなくなった場合に空気による冷却というのができませんで、これは後でもう少しお話しますけれども、そうすると火災が起きてしまうと。新しい燃料で火災が起きると、それをきっかけにしてプール全体に火災が広がってしまう。で、そこでこのプールにある放射能の大半が放出されるということが心配されました。で、ここで気をつけていただきたいのは、ここでこの時に恐れられていたのは、新しい燃料だけが熱いということで4温度まで達してしまって、この新しいものだけが余裕を起こすと。で、古いものには影響がないという話ではなかったんですね。で、ジュルコニウム、皮膚管のジュルコニウムが発火して、それがプール全体に広がると、プール火災がこの時、恐れられていたわけです。で、ところがこれは実際には起きませんでした。で、これたまたま偶然が重なってこのようなことになったわけですけども、どういうことかと言いますと、ここの部分、この原子炉上というところの部分ですね、ここが本当は当時水が入ってないはずでした。ここで工事をすることになっていたので、ここの水を全部抜いて工事が行われているという予定です。ところが工事が遅れたために、ここに水が残ったままだったんですね。そしてこっちがプールですけども、使用済み燃料があってプール。で、こちらの方が蒸発で水位が下がって、水圧が下がっていく。で、こちらの方は高い水圧ですので、こちらからこちらに圧力がかかってゲートが動いて、この水が流れ込んだということです。で、これはこの実線の部分は実際に起きた温度変化ですけども、東京電力が計算で再現したものですね。で、こちらが使用済み燃料の頂部ですね、てっぺんの部分。水は干上がっていないわけです。で、ところがこの点線の部分、これはプールから、この原子炉ウェルの方から水が流れ込んでいなかったらどうなっていたかということを示しています。こちらがつまり流入のない場合のシナリオですね。そうするとこのように、このぐらいの時点で使用済み燃料の上部からだんだん空気にさらされていくと。
冷却のない状態になっていたはずでした。でこれ、なんでこういうふうにぎゅうぎゅう詰めになっているかと言いますと、世界の原子力発電所のほとんどは再処理を想定した設計になっていました。つまり、再処理をするから、つまり、数年で再処理工場に全燃料を搬出するんだと。だからプールの中に収納するのは1炉新聞あるいは2炉新聞程度でいいんだという考えになった設計になっています。しかし再処理が中止されたり、あるいは建設を予定しているけれども日本の場合のようにどんどん遅れると、建設の遅延、または再処理をしないという場合にも集中貯蔵という形で、処分燃料をどこか他の場所に置くとか、あるいは最新最終処分場に持って行って、地下に埋めるとか、こういう計画がやはり遅れておりまして、その結果何とかしてプールの貯蔵容量を多くしなければいけないということになりました。それでこの箱型のラップを使って詰め込むということがされました。このラップを取り替えるということでリーラッキングと呼ばれています。で米国のプールではこれが進んでおりまして、平均で7炉新聞が収容できる形になっております。アメリカは最初はやっておりません。で日本のプールの方もですね、現在運転段階の炉だけを取ってみますと平均6炉新聞が収納できる状態になっています。その中には11炉新、12炉新も入れるような、そういうぎゅうぎゅう詰めになるような状況になっているものもあります。で実際に貯蔵されている量はこれよりは少し少なく、平均して約4炉新聞が貯蔵されています。で多いものでは8炉新、9炉新聞が詰め込まれているという状況です。もともとは1炉新あるいは2炉新程度しか入れないはずのところに詰め込んでいるわけですね。この左側、これがもともとの設計で使われていたラップです。オープンラップと言われまして、余裕があるわけですね。で、冷却水がなくなるとこのように下まで干上がって下がっていってしまうと、ここから空気が流れ込むということで空気冷却が可能になります。でしかしこちらの注入貯蔵ラップ、こちらは箱型でこういうところが全部塞がれてしまっているんですね。中の仕切りも塞がれて、でこれはどうしてこういうことになっているかといいますと、中性子吸収剤を入れた材料でこの壁にしているわけですね。これはあまりにもぎゅうぎゅう詰めになっているので原子炉と同じような状態に達していて連鎖反応が起きてしまうと。でそれを防ぐためにこの中性子吸収剤を含んだ壁を使っているわけです。で4号炉の場合には特に取り出したばかりの燃料が使用済みではない使用中の燃料棒がありましたので、その被覆管重厚人合金でできていますけども、これが高温に達して発火してしまうと、その場合にプール全体にその火事が及んで、古いもっと古い冷えた燃料も燃え出してしまうと、こういうことになる可能性があったわけです。で一般的なシナリオをもう一回確認しますと、ジルコニウム火災がどうやって起こるかということですけども、冷却が失われると、そうすると1000度を超えてジルコニウム合金の温度が上がっていくと、そうすると水蒸気と激しく反応する。でこの場合に水素が同時に発生します。でこれが水素爆発を起こしてプールの上部が損壊してしまうと。これは一般的なシナリオですけれども、4号炉の場合にはすでにもう上部が損壊していました。先ほど最初の写真で見ましたけれども、3号機からの水素の流入で水素爆発がすでに起きてたんですね。
火災になると皮膚科の中に入っている燃料が損傷を起こしてこの放射能が出てくる。これが損壊した脱炭から大気中に出ていく。こういうことが分析の結果明らかになっています。でこれはこのプルトニウムという本の著者の一人フランコン・ヒッペルらがやった分析を示したものです。で左側にあるこれは実際に起きた状況ですね。でここの部分が放射能汚染の部分を表しています。でこの 190km というのを記憶しておいていただきたいんですけれども、東京都心圏内の首都圏のまでの距離がだいたいこのぐらい、ということです。で右側の2つは先ほどのウェルの方の水が流入するということが起きてなかったらどうなっていたかという仮想事故の問題です。で、福島の場合には約10万人が避難ということになったわけですけれども、この状況ですと風が海の方に吹いている場合ですね、放射能のほとんどは海の方に行くということで、被害は少なくて済むんですけども、それでも80万人ほどが避難をしなければならない、状況になります。でこちらは風が陸の方に吹いていたから、陸の方に寄せられた放射能がそのまま南に下がって東京付近まで及ぶ、東京周辺まで及ぶというシナリオですね。これだと約3000万人が避難をしなければいけない状況になっていたかもしれないということです。でこれは菅直人元総理大臣にお聞きすればもっと明確になるんですけども、近藤俊介原子力委員会委員長が大臣、総理大臣に提出した報告書で予測していたのと同じような規模のものです。同じような規模の避難予測を近藤原子力委員会委員長がしてたということです。で4号機のプールには2路新聞ぐらいのセシウム137が入っていたと。それで170キロぐらいのところまで強制移転になると。これはチェルノブイリ事故の場合と同じ基準が使われた場合という数字です。そして250キロ圏、ここまでは任意点の人たちが出てくるだろうと。この近藤委員長の予測があって、特に日本政府は信頼をしていたんだろうと思います。でこちらは、原子力規制委員会、アメリカの原子力規制委員会の研究結果を示したものです。乾式貯蔵に早く移して、プールに残っている燃料の量を減らすと、低密度の貯蔵にしてしまうと、そういう手段を講じていれば、プール火災がたとえ発生したとしても放射能放出の影響が100分の1程度になるという研究です。どういうことかと言いますと、低密度貯蔵ということはジルコニウムの量が少なくなるということですね。そうすると水素の発生量が下がる、で爆発の水素爆発の可能性が下がる、で建物損壊を避けられる。でそうすると火災が起きても大気中に放出される放射能の量が減る、それで影響も下がるということです。でこちらは NRC のスタッフの研究結果ですけども、これしか示してないんですけども、
研究の中に含まれていた情報を使ってフランク・ホッペルらが再建した再計算した結果がこちらです。集密中毒プールの場合、避難人口、すみません、この仮想プール事故はですね、アメリカの典型的原発事故の想定に使われる原発なんですけども、ワシントンの南西にあるサリー原発、ここで事故が起きた場合のシナリオです。でそれが、中日誘導をしていた場合、水素爆発が起きると、そうすると820万人ぐらいが避難しなければいけない状況になってしまうと。で密度が低い状態になっているとどうなるか。で水素爆発が起きない、ジルコニウムの量が少なくて、プール火災が起きても、たとえ起きても水素濃度が爆発限界の 10% に達しないと。だから放出された放射能は建屋の中に残るということですね。でその結果避難人口14万ぐらいです。つまりこの差が100分の1ぐらいになる。だから早く、使用済み燃料を冷えたものからプールから出していくことが大事だということです。日本の中では使用燃料の古くなったものは置いておいても大丈夫だということが言われることが多いんですけれども、それはこのジルコニウム火災を全く念頭に置いていないからそういうことになるんですね。で古い燃料があってもちょっとでも再稼働をして、そこから熱い燃料が取り出されてプールに入れられると、そこで起きた火災がプール全体に広がってしまうという可能性があるわけです。で4号炉の事態を避けるにはどうしたらいいかということですけれども、先ほどからお話しているように5年以上冷却の燃料は乾式貯蔵に出すと、元のオープンラック状態に戻すということですね。でこちらは金属キャスク、日本ではこの形式のキャスクが使われます。アメリカではこのコンクリートキャスクが多いんですけれども、で乾式貯蔵でもテロ攻撃が起きたらどうなるかという懸念が挙げられますけれども、確かにミサイルや成型作薬弾による攻撃があれば燃料は損傷するかもしれません。しかしその場合に、最悪火災が発生したとしても他のキャスクには広がらない、1最悪10トンぐらいの使用済み燃料が入っておりますけども、それに対して中日貯蔵のプールの場合だと数百トンがプールにあって、この全体が燃え出して放射能が放出されるということです。でそれでも、アメリカの科学アカデミーの報告書は、狙い撃ちを難しくするために森土やその他の視界障害物などの設置を推奨しています。日本やドイツは建屋の中に設置する方針なので、この条件は満たされているということになります。これは、日本で使われている金属キャスクの例ですけれども、こういうところに使用燃料を入れてガンマ線の遮蔽をしたり中性子の遮蔽をしたりする、そういう構造になっています。で5年間、冷やしておくのがなぜ必要かといいますと、3キロワットトンあたりの3キロワット程度のところまで温度を下げるのに、それだけの時間がかかるということですね。でこれより、プールの冷却期間を長くすると乾式貯蔵キャスクの一体に収められる量が増えますし、それから出費を先延ばしにできるということで、電力会社にとっては経済的な利点があるわけです。しかし、5年経ったものであれば大体乾式貯蔵に回していいと。それから必要によっては、必要な場合にはそれより冷却期間が短いものでも同じようなキャスクの中に入れる量を減らせば、収納して動かすこと、助動することもこうできます。で日本の場合では福島第一で9基のキャスクが使われていました。で津波でやられて
ここ水が通っちゃったんですけれども、ここに海藻が見られます。こんな状況ではありましたけれども、中身は水です。またあと日本では東海村に、東海第二で、海域貯蔵が行われております。アメリカではこういうコンクリートキャスクの貯蔵が一般的です。で、海域貯蔵キャスクを使ったのはドイツが先行しております。このヤンバーグという人を考案して推進したんですけれども、貯蔵用のキャスクに輸送用のキャスクに修正を加えたものを使うというアイデアですね。一つの鋳鉄製ということで、ちょっとこの国のものと違うんですけれども、これを使用しています。もともとは最初の工場の受け入れプールを、プールだと危険だということで、これを乾式貯蔵で受け入れるようにという話になって、そのために、開発しました。それから原発の敷地外の貯蔵などに使われてましたけれども、敷地内貯蔵が水では進みました。社民党と緑の連立政権ができたときに最初の義務をまず撤廃します。それからその後エイフスの最初の工場への資源の輸送を禁止します。そして乾式貯蔵施設を義務付けると、これは敷地内またはその近くに建てると、少なくとも5年以内にこれを しろということになりました。で、今やアメリカをはじめ世界各国で乾式貯蔵が取り入れられています。で、ドイツの場合にはこの敷地内乾式貯蔵が2002年に開始されています。で、これは、このネッカベストハイムというところでは、ここに、オフィス棟があるんですけども、その下にトンネルを掘って保管をしております。で、現在ドイツの電力会社は各原発の運転完全停止後2年以内に使用済み燃料の乾式貯蔵移行を完了するということになっています。これには実は使用済み MOX 燃料も入っておりまして、すでに使用済み MOX 燃料の乾式貯蔵が始まっております。で、MOX 燃料の場合には使用済みの低濃縮ウランと混ぜてキャスク内に配置するということで、経済的にごく少量になってしまって割高になるという部分を軽減するような措置が取られています。そして5年以内に建設ということが義務付けられたんですけども、それが間に合わない場合にはこの缶オケ方式を使ってもいいということになりました。横置きにしてこれを蓋をポンとかぶせるという形ですね。これが実際に貯蔵されている様子です。で、実はこれは福島第一でも暫定貯蔵として、暫定貯蔵方式としてコピーされています。ここにある4つの原子炉の使用済み燃料をこのプールに移したかったんですけれども、こちらのプールも満杯になっていると、それで半分はこっちに移そうということになりました。で、そこでこの缶オケ方式を使って貯蔵するということが始められています。2012年にすでに運用が開始されて現在38基並べられています。で、ここでの教訓は廃炉促進のためにも監視指導が必要であるということです。これが2014年の状況で、2020年の状況ですね。で、一般に知られている使用済み燃料の貯蔵施設としては、もう一つ青森県むつ市のこのリサイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃料貯蔵センターというのがあります。で、これは、東電と日本原子力発電が共同で設立した会社が運営するもので、2013年に第一棟が一応建設工事としては完成しましたけれども、福島事故以降の新規制基準に適合させるための作業が進んでいまして、今の創業目標は2023年度となっています。で、実はこの陸奥の施設というのは原発敷地外乾式中間貯蔵の第1号でした。どういうことかと言いますと、90年代にこういうことが言われました。
6カ所の処理能力は年間800トン程度だった。で、今後年間取り出し量が1000トン以上になると、まあ、どう計算しても余るわけですね。で、これを他の敷地内に、プールに置いておくわけにはいかないので、どっか他のところに持ち出す必要があるという議論になりました。そこで99年に、原子力規制法を改正しまして、原発敷地外で使用済み燃料を中間貯蔵することができるということになりました。で、これは中間貯蔵なんては第二最終工場で排出することが想定されていました。で、これは2004年の電磁連の計算ですけれども、はい、6か所向けがこの期間中に 3.1 万トン生じると。で、中間貯蔵施設に持っていかなきゃいけないのが 2.4 万トン生じると。それで中間貯蔵サイトあたり貯蔵規模を5000トンとして、この 2.4 万トン用に2010年度以降5サイト建設が必要だと。こういう想定に立って、乾式貯蔵が中間貯蔵として採用されることになるはずだったんですけども、今のところ6つしかできていません。で、なぜこの乾式貯蔵が遅れたのかということですけども、乾式貯蔵を促進すると再処理の正当化ができないという問題があるからです。再処理の推進はこういう議論をしますね。再処理をやめると使用済み燃料の行き場がなくなる。行き場確保のために、再処理工場の稼働をしなきゃいけない、早く稼働しろということなんですけれども、敷地内外の監視貯蔵が進むとこの主張ができなくなります。で、その下にあるのは原子力委員会が使った論法、2004年の例ですけれども、再処理政策を中心すると燃料の行き場がなくなって原子力発電所が順次停止せざるを得なくなるから再処理を推進すべきだと、こういう議論です。で、地元が反対してるからというのがよくありますけれども、よく見てみると各地の自治体、原子力発電所の受け入れ自治体、反原発運動でも敷地内監視所の容認あるいは推進の声があります。これの理由は様々ですけれども、安全性からの観点からその方がいいと、それから原発を受け入れてきたんだから地元に使用の燃料を置くのはそういう道義的責任があるというふうに考える人たちもいます。それから、原子力発電所の運転を確実にするためにはこういう措置が必要だと、まあ、こういういろいろな意見があります。で、特に、報道されているのは福井県が激しく反対すると、絶対、県外搬出と言っているということですね。しかし、前県知事もそれから現県知事も2019年の選挙の時には県外搬出が基本だけれども、それまでの暫定措置として県内乾式貯蔵を検討する用意があると言っています。なぜこういったかというと、県内の原発受け入れ自治体の市長が乾式貯蔵をすべきだということをいろいろ言っていたからであります。で、しかし今は現県知事はこのことに一切触れませんし、それからマスコミの方もあの時の話はどうなったというふうな問いかけをしておりません。一般にですね、監視所に焦点を当てて研究している記者の方々もいらっしゃいます。で、その結果監視貯蔵がどの程度の状況になっているかということなんですけども、最近はいよいよ後がなくなってきたので監視貯蔵計画が少しずつ進んでいます。これは浜岡、伊方、玄海、この辺が計画を進めていて、伊方では2025年に運用開始予定ということになっています。これはどうなるかはもちろん分かりませんけれども、それから原電のものは先ほど写真で言いましたけれども、その容量を増やすということを計画しています。これは茨城県、それから周辺自治体も早く乾式に移した方が安全だからそうするようにという要求を出してきております。で、陸奥ですけれども、これは先ほどの中間貯蔵ですね。で、中間貯蔵という場合には敷地外のものも日本では大体は意味します。本当は敷地内のものも中間貯蔵なわけですけれども、で、関電の場合には
これ23年末までに確定に向け取り組み中と、こういう状態になっています。で、最後に、もう一度、原子力規制委員会の初代委員長の発言を見てみたいと思います。就任後最初の記者会見での発言です。そもそも原子力規制委員会は福島事故が起きてしまったのは規制と推進が一緒になっているような体制がまずいということで規制を切り離して作られた組織なわけですね。でその最初の委員長が就任後の最初の記者会見でこう言っております。使用済み燃料はできるだけ地上に下ろしていただきたい、原子炉の建屋の上の方にあるのを下ろしていただきたい、で強制冷却が必要でないような燃料については乾式に容器に入れて保管するのがいいと、で多分5年くらいは水冷却をする必要がありますと、他のサイトについてもそういうことをするよう求めていきたいと思います、こうおっしゃってるわけですけれども、これが委員長の見解ではありますけれども、原子力規制委員長の方針には残念ながら変わりませんでした。でもう一度他の場所での発言を見ますけれども、この、田中委員長も更田委員、当時の委員ですね、も乾式推進の発言を続けました。でこれは九州電力との会合の際のものですけれども、九州電力の方がリラッキングしたいということを言っているので、それについてそんなこともやめて乾式貯蔵をしなさいということを2人で言っているわけです。でこの昨日のところを見てみますと、使用済み燃料プールの貯蔵量を増やしていくよりはリラッキングをするよりは乾式のキャスクに入れてそれこそその辺に転がしておくという言葉は悪いですけれども、その方がまださらに安全性は高いのではないかと。でこの場合にこんないい加減なことを言っていいのかというような形で報道されることが多かったんですけれども、もちろんその日本の場合建屋が使われています。でこの建屋の中に入れているのは主たる理由は放射線の遮蔽ですね。敷地境界線でどのぐらい、の線量を浴びていいかという規制基準がありますから、それに合わせて乾式貯蔵施設を作るには壁で遮蔽をする、天井で遮蔽をするということが必要になってきます。でそれがなくてもいいという話ではなくてですね、プールのような火災でプールの放射能が全部放射されるような事故にはならないという意味でその方がまだ安全だと福田委員は言ったわけですね。で田中委員長もこれについて同じような発言をしています。国際的に見ても一定程度影響が進んだものはプールから出して乾式容器に入れてサイト内に貯蔵する方が安全上もこれからセキュリティの問題もありまして、そういうことは一般化しています。ヨーロッパとかを見ますと、そういう点で日本は少し遅れていますと、こういう発言をしております。これがなかなか報道とされないのが悲しいところです。で最後に、6カ所再処理工場でプール火災が起きたらどうかというのは、やはりこのプルトニウムのもう一人の著者、カン・ジョンミンさんがやっております。韓国の原子力規制委員会に当たるところの長を務めた人がありますけども、で、6カ所の場合は工事が遅れに遅れているので燃料が相当古くなっています。ですから温度が下がっていて、ただ冷却が消失したというだけでは火災に至らないかもしれないというところに来ているんですけども、ウクライナ情勢を背景に、ミサイル攻撃によるプール火災を想定したらどうなるかという計算を患者さんがしました。6カ所工場には約3000トンが収納されています。でこれが乾式貯蔵なら先ほども言いましたように直撃を受けたキャスクの被害は、生じるわけですけども、それがその他のキャスクには広がらないということが言えます。
でこれが攻撃によって火災が起きたらどうなってしまうかっていうのがこの2つですね。これも先ほどと同じようにオレンジ色のところが避難地帯になります。でこれは本州の南の方までこう下がっていく場合の様子、これは2019年の10月1日に事故が起きた場合のシナリオです。で12月1日に起きたとすると風が海の方に吹いているので陸の汚染地帯というのは減ってきます。でこれを表で整理するとこのような形になります。日本国内だけで見ると平均して640万人の避難、最大で6000万人ぐらいの避難の必要性が出てくると。でこちらは自主避難を合わせた数字ですね。とんでもない事故になってしまう可能性があるということです。でこのこれまでのお話については先ほど来紹介をしてます、こちらの本の5章6章を読んでいただけたらと思います。でこの本は現地の方の自分にはモハメッド・エルバラダイ元原子力機関の事務局長が自分を寄せてくれておりまして、で推薦文はロバート・ガルーチ元米国から来た対北朝鮮交渉責任者、それからエドマード・マーキー米国上院議員、この人たちが推薦文を寄せてくれています。でそれから、この核情報というサイトでいろいろこの問題について、記事を書いて紹介をしておりますので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。で今日のこのスライドは池島さんの方にお送りしたものに少し修正を書いています。貯蔵という言葉を2つ並んでいたりとかとそういうのがあるのも修正してるんですけども、その修正バージョンもこの核情報に近日中に載せる予定ですので、ご覧になっていただけたらと思います。で、小さくて見えないんですけれども出典をいろいろな形で示しておりますので、その核情報に、載せる予定の方から、見ていただけるとを否定してあれをクリックする形で元情報に当たることができます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。